野戸半島地震の影響で石川県七尾市の高齢者施設ではエレベーターが動かなくなり職員の負担が増えています入居者の多くが会場を必要としている人ですそのためエレベーターが使えなくなってからは職員に付き添ってもらい階段を上り下りしている人もいます 七尾市能登島地区の5階建ての高齢者施設では、地震の影響でエレベーターの危機器がある。地下に水がたまり、エレベーターが動かなくなりました。入居者41人が利用する食堂や風呂は1階にあり、今は階段を使って移動しています。認知機能のほの低下が進むことを懸念しています。入居者は部屋から出る頻度が減っているということで、施設は？ 新たにリハビリの時間を設けるなどして対応をしています。